先日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそ。それでですね、ちょっと今回また見ていただきたいことがあって、お電話させてもらったんですけど、はい、先ほど映像をお送りさせてもらったんですけれども、はいはい、先ほど拝見しましたよ。それでですね、ちょっとその場所に行ってから、トモさんの方じゃなくて実は僕の方がちょっと体調が悪くなってしまったりだとか、ちょっとおかしなことが最近続いている状態なんですよ。で、今回ちょっと見ていただきたいのが、今回僕らが行った場所とこの僕の今の体調の悪さだとか状況っていうのが何か関係があるのかなと思いまして。なんか霊が僕の方に今ついちゃってるっていうことになるんですかね。霊が取り付いてるわけじゃなさそうなんですよ。それは人っていうことですか。いや、そういうわけじゃない。あなたたちの言う幽霊っていうのは、わかりやすく言うと、もうこの世にいない亡くなられた人がこの世に未練を残したりして成仏できずにこの世に留まってる状態のことを言うでしょ。まあ恨みだとか後悔だとか、まあ、今回の場合はもともと人じゃないんだよね。そういうのとは全く別物です。わかりやすく言うなら、物の毛とか山の毛とか、あとたたり神とかね、そういった類でしょうね。ただまあ見る限り別に害のあるものじゃないんですね。あなたに何かしてやろうっていう気は感じないの。しばらく様子見て、多分そのうち収まってくると思うから、もしでまた何かあれば一度また直接見せてください。すいません、じゃあちょっとまた何かあればよろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。もう早速、もう現場からなんですけど、大間ひろと友です。はい。今ですね、僕たち愛知県某所山奥にあるハイラブホテルに来ております。なかなかね、もうさっきから物音だとかがすごくてですね、雰囲気もすごいあるんですけれども、早速見て回りたいと思います。もうこのゴミというか、うん、この廃棄物がすごいっすね。あと落書き、落書きね。オープニングを撮る前に簡単に僕ら到着して探索してたんですけど、あのね、一番奥のね、右のドアから誰かが顔が覗いたように見えました。ちょっと多分、まあ、見間違いだとは思いますけど、そっちの方にちょっと行ってみたいと思います。うわ、びっくりした。下に降りてみましょうか。開かない。マジした。マジ怖いから。また見えた。マジ。うん。なんかひょこひょこ覗いてるように見える。怖い。パッて見ると何もいないんだけど、目の端でパッて顔が見える。じゃあちょっと行こうか。気持ち悪いな。あ、なんかこの部屋ダメだ俺。
感じるものがありますね。なんだそれ、何これ、石、石なんだ、石だよ、石だよ。いや、俺ちょっとなん、ちょっと繰り返しになりますけど、この部屋ちょっと他の部屋と違うぞ。かなり開けようとしていくけど、あ、そういうこと、うん、なんでだ、なんでだからさ、これさ、鍵をかけてドアノブ外してんだよ。もうあかん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 、ダメだダメだ、ま、今、上から覗いてるように見えた、怖っ、あかんわ、ちょっとここは、僕はちょっとここ無理かもしれないですね。ちょっと先行っていいかな。確かになんか声っぽいのとかなんかがね、あれさっきからわかんないんだけど、じゃあわかん、ちょっと気持ち的な問題なのかもしれないけど、こうパッと見た瞬間に何かが覗いてる顔が一瞬見えるんだよ。俺も見えたかもしれない。見えますよね。見えたかもしれない。マジで奥だよ、右側の奥だよ。そうでしょ。この違うと右側の奥、誰かが見える。確かに見える、見える。一番奥にドアがあるので、ちょっとそこまで行ってみたいと思います。こう、あ、すごいっすよね。この今ここ中庭から通ってるんですけど、怖いです、普通に怖い、ね、怖いですね、ここは。で、まあここで、ね、昔は経営をしてたんでしょうが、今となってはもうその当時の見る影もないですね。はい、今ですね、ざっと一周してきたんですけど、で、あの、さっき僕がこの部屋はちょっと嫌だなって言った部屋あったじゃないですか。まあ、そこでちょっとトモさんには一人の知見をやってもらいたいなと、また思ってます。じゃあ早速いきましょうか。今回は何時間っていうか、あの、今日、そうそうそう、あの、思ったのがあって、なんか怒ってもらいましょう。時間もね、まだいっぱいあるし、うん、なんか怒るまでやろう。で、なんか怒ったら教えてください。僕と T さんは、あの、あ、あ、この辺にね、うん、めちゃくちゃ顔認証する。え、あ、今ないけど、あの、どこ、鈴の巣みたいなのあるじゃん。うん、あ、これ、うん、あ、もう今しないけど、うん、びっくりした。ちょっとこっからどうだろう、10分ぐらい歩いたところに車止めてますんで、やばいこと起こるまで帰れませんみたいな。じゃあ朝になっちゃうかな。7時になったらもうタイムアップしましょう。今はね、時刻が2時なんで、5時間経過するか、なんか、あの、やべえことが起こるか。まあ、耐久で。うん。してるよ、してるよ、なんかしてるよ。やばいよね。ここはすごい。さっきも言ったけどね、ここはちょっと僕苦手ですね。ぶっちゃけ、犬鳴きよりも苦手。じゃあ、もう早く準備して。本当だよ、本当広くさ、広
ヒロ君もういいから前から思ったんだけど、長い長いもうね、長いのよ、この人本当に思ったもう行けばいいのに、もう早くヒロ君ね、本当鬼だよね、あのねヒロ君、あれ鬼舞辻無惨ちょっと、だんだん慣れてたから鬼舞辻無惨、もうちょっとわかんないですか、ヒノカミ神楽使えるなら、その首切ってくる、ちょっとわかんないんで、早く言ってもらっていいですか、もうこれ、ごめん、テロップ入れてもらっていい、あ、鬼滅の刃ちょっとわかんないですよね、鬼滅の刃、読んだことないからじゃあ、カメラをじゃあトモニーヤに、だから何かあったら、あの、こっち来てもらってこんなことがあったんだよあっていうのを自分が教えてほしいんですよ、行くのだからそれで、あ、そんなすごいことがあったんだ、まあ、それだったらおしまいでいいですよっていう、あ、そういうことか、だからそれじゃちょっとダメですよっていうのだったら、まあ、もう一回言ってもらうことになっちゃうんで、ドエスドエスバイ、それじゃあ一人検証やっていきたいと思います。うわ、めちゃめちゃ静か、超怖、めちゃめちゃ怖いよ、空気が悪いのかな、結構体調悪くなって、なんか気持ち悪いな、すっごい気持ち悪いっす。確かにね、ヒロ君の言った通り、この部屋結構空気が違うんです。なるほど、この部屋やっぱなんかあんのかな、やべやばいやばいやばい、これ以上無理です、ごめんなさい、すいません、もうこれ以上、いや、いやさ、なんか戻しちゃったやな。大丈夫？いや、やばい、あの部屋もやばい、入っちゃった、入ったんすか、入っちゃった、え、今大丈夫っす、うん、やっぱあの部屋がね、うん、なんかヒロ君もずっと言ってたけど、まあそう、本当にそう、すっごい異質、そうですね、あそこの空間だけが、はい、まあ、今トモさんに検証してもらったんですけど、ちょっとあの気分が今だいぶ悪いっていうことで、ちょっと大事を取って、あの検証は中止、中止です、撤収、ちょっと気持ち悪いですか、ここから離れてみたい、うん、じゃあまあ撤収しましょう、行きますか、僕は本当にちょっと嫌ですね、今まで一番嫌かも、ちょっとすぐこっちに来てもらえるように伝えてもらえるかな。